このビデオには僕のうちの後ろのあの小さなウーバン庭見せてあげる。これはレモンツリー、レモンですね。でも本当にエキサイティングなことはあのまあなこれは何だろう、これはトロコですか、コーンです。とても大きいですが、バケットに入れ物に育てるね。僕はちょっと日本語できるけど、まあ庭について の, あの単語とか文法わからないので、できるだけ僕はまあちょっと説明しますね。この入れ物はね、特にあの庭のためじゃないので、1、2ドルぐらい、ホームディポで買ったんですよ。だから、とても安いですよ。じゃあ、僕たちのコーンは、うまく大きくなっているんですね。でも、これはスイートピーズです。そして僕たちのスイートピーズは、そんなによくあの大きくなっていませんですね。どうしてかというと、入れ物はもっと小さいですね。それはちょっとダメだと思います。でも、しょうがないね。そして、ちょっときれいな花も僕たちの庭にあります。そして、これは僕の家内に、Mother's Day のためにこの花を買ってあげました。そしてこのコーンはちょっと小さいですね。多分あの土と入れ物小さくてあまり良くないね。じゃあ僕たちのバックヤードガーデンはいいですね。そして僕たちはアメリカのカリフォルニア州のクーパーティーノという町に住んでおり、アップル会社からまあ多分 0.5 キロからですね。僕の下手な日本語どうもすみませんですね。でも楽しんだら嬉しいです。どうもありがとうございました。すみませんね。